パリで開かれた国際の芸品評会でのバスク豚バスク豚とは豚の一品種、金とブタとも呼ばれる。本校では以下バスク豚と記述する。バスク豚は1929年には13万頭以上いたが、1981年にはメス20頭とオス2頭にまで激減した。1988年の パリ国際農業博覧会でバスクブタ絶滅の危機を知ったピエールオテーザはピレネーアトランティック県アルデュー村へバスクブタ2頭を連れて帰り飼育繁殖を行い2010年頃には3000頭以上に復活させているなおオテーザはバスクブタ復興への貢献をもって2006年にレジオンドヌール勲章を受賞しているまたオテーザは2009年に バスク豚からバスクシキントア豚へ変更する申請を行っている。キントアはアルデュウムラ一帯のバスク語での故障。バスク豚は黒豚に分類され、頭と尻にブチ模様が入っているのが特徴。飼育法は飼料も与えられているが、放牧も行われており、栗、どんぐり、ブナの実などを食べる。ありがとうございます。